初めにエアリーさんの黒目のボブのウィッグをかぶります。サイドの髪の毛を細く三つ編みにしていきます。三つ編みを少しほぐします。そうすることで髪になじみやすくなります。次に大きめのリボンを後ろにつけます。最後にバランスを見て毛先からくるくる巻いて耳のような輪っかを作ります。ミルクティーヌさんにウィッグを使ったヘアアレンジをしてもらいます。ウィッグは茶色のカールを使いました。アシンメトリーになるように片方のサイド側をピンで留めて頭の飾りをつけます。Have fun with fashion!